六章書事は中国の五漢から疑心南北朝時代に存在した官職。少書を束ねる役職として政権を握り三章職としてあったが随代に廃止された。少書省、少書令なども合わせて三章のこと。漢の完成では上昇をはじめとした三弘が政治を取ることになっていたが、武帝より実質的に少書の権限が上昇のそれを上回るようになる。 証書は、進化から皇帝に対しての上層を取り扱う役職である。上層しようとする場合、制服二つの上層文を証書に渡し、証書は服の方を見てそれが良くないと思えば、これを却下することができた。つまり、実質的に、証書は上層の可否を決定することができた。武帝が崩御して章帝が即位すると、各光が先見を振るうようになるが、この時の、 大正軍光平成、了承所持という記述が了承所持の所見である。了承所持とは、証書のことを総領するの意である。武帝により、衆書も作られている。証書と衆書は、元は同じ上層を取り扱う役職であるが、こちらは、官岸の役職であった。証書と衆書が分けられた理由は、武帝が高級で過ごす時間が長く、 高級には官案でなければ出入りができなかったことによる、中書の長が中書令、小書の長が小書令であり、了承所持はこの二つを統括する存在であった。ただし、了承所持は、果敢であってこれのみにつくということはなく、必ず他の本観を持つ。また、全館内には、正式に定められた役職ではなく非常説の役職であり、官女百官苦業表にも、 了承所持は記載されていない。先帝は、了承所持の力を削ぐために中書を徴用し、その流れを受けて、限定代には、関官,官の広行、医師が中書令となって、了承所持の書を望むこれらを排除するということも、起こったが、政帝が即位し、大大鳥が了承所持となると、医師を排除した。さらに中書台を廃止したことで、了承所持の権力は、 かっこたるものとなった。五官に入ると、両省所持は六省所持となり、正式な官となった。五官では、皇帝が即位するとともに、皇太子時代の風が大夫となり、同時に大夫は六省所持を兼任して、政権を取る。また、大夫の下の三皇のいずれかも六省所持を兼任し、五官を通じてにから三人が六省所持となるのが、通例であった。 台風以外が六章所持となる場合は三六章所持と呼ばれる。くらいの上では台風及び三項が最高であるが、実際には六章所持を帯びない限りは権限がなかったのである。しかし、五感中央から、観官たちが中常時などの役職で皇帝の傍らに、はべるようになり、六章所持以下章書は、次第に実務機関へと変わっていき、権力の中枢からは、 離れざるを得なくなっていった。義になってから再び置かれるようになり、義から精神までの間に、少書の主導権が確立した。六章書寺は、職官では、平ら章書寺暮では両章書寺平ら章書寺章章書寺とも言われた。職官で、諸葛亮の死後最小の任にあった章、非はいずれも大将軍、六章書寺に任じられている。闘神になると、 六章書字が常設されるようになったようである。またこの時代に六章書六条字というものが現れる。この職がどういうものかについては、現在のところよくわかっていない。僧女には、当真初期に政権を取った王道について、皆名中、文治三六、王道六祖の一、準数、陸明各六六条字とある。六章字について、僧女の著者の賃訳は、 証書の文章が全部で12以上あり、純数、陸明はそれを半分ずつ担当したのだろうとしている。六証書字が常設でなくなるのは、南朝宋の後部見門の時期であるが、それから30年ほどしか経っていない、僧女執筆の時点で、すでに、六証書六条字についてはよくわからなく、なってしまっていたらしい。その他にもいくつ仮説があり、確たることはわからないが、 六章書寺には、総六と六章書六条寺があり、総六の方が上位であるが、どちらも最小職として、政権を取っていたらしい。六章書寺の常設は、南朝僧の文帝の時期まで続いたが、後部帝の時期に六章書六条ごとであった。竜義信の,の反乱をきっかけに六章書寺が廃止された。全廃帝の時期に復活するが常設ではなくなり、南朝、 最以降にそれは引き継がれた。南朝、最以降では六省所持に任命されること自体が少なくなり、六省所持の存在は小さくなっていき、随大に賛成六部体制が整えられるとともに六省所持は正式に廃止された。聖子三国史八官三国官職評。ありがとうございます。